どうもおはようございます。藤夏健でございます。さあ今回は2ヶ月にわたって挑戦し続けたアイワナ生放送の71回から80回までの編集バージョンご覧いただきたいと思います。ああなんだなんだ、あじゃあ制限時間ちょっと待って、制限時間、なるほど。ちょっと待って、15秒で下まで行くの、行かれてね。一個一個クリアしていきましょう。これマジでギリギリな気がする。まあでもこれ意外とさ、ないんじゃない、そういうの。一歩一歩クリアしていきます。そりゃそうやろ。死ぬー、普通に死ぬー。体内に爆弾仕込まれとんか、これやばい。たらここの時点でもうやばいのが、飛びすぎたら死ぬのよ。ナイスパ。スタートラインのすぐ上に隠しているありますが、この時間で。さあ、シニーさんを見てくれるかな。あの時には毒でも塗ってあるのですかね。今日から死にと食べました。辛かったです。ルーアンチカ。一度最初のステージに戻って腕は取ってこないとダメなの。あーもったいねー。右に左の曲ですか。もうそういうの言って、コレクトペイヤーで過ぎてますよ。あーもったいねー。おなら、サンゴ賞さんの動画流してませんか。お金玉用意してる。あー惜しい。丁寧な33、どうせ今までお使い切れないならいらなくない。シャボンのアクションに似てるな、このゲーム。よしってそろそろ思い出しませんか。よしよし、よし、その手に出た豆は今日のおつまみですか。今日は何かがいてもらえないよ。もう得て、翌年よ一緒だよ。くじをしてるから死ぬんですよ。人気を持ってお城みたいな感じで今行けそうだったし、その人より強かった。視聴者たちはまっすぐクリアするところを。よし、右上の盾は自分です。これまだやってたのか。よー来た、チャンネル登録数量コメントの先に来た。この先だろ、対抗して楽しよう。イエーシー、1時間の努力がこのジャンプで、あープレッシャーがすごい、あープレッシャーがすごい。行くぞ行くぞ、行くぞ。よしやったやったー、来たー。何これ、なんで死んだの。あちょっと待って、 A ボタン押したら死ぬ。これ玉金シエリアか。玉金です、玉金。さっき、さっき2連続で超えたこの壁が。リンゴ仕事しそう。読み方わからん人に宮迫だと思われてるわよ。ああ、ちくしょ。ってこと、アドバイスですが、ラムネって美味しいですよ。超満身創痍ですが、これ超むずくね。楽しかったー。下の後半どうやっていくんだろう。焼肉レストラン儲かってるか。笑い、ステージクリアした瞬間に来てしまって全然わかんない。これゲロ、1時間の後までやってると教えたことによって時空が歪みましたね。クジナッツが大喜利したらどう絶景と思います。クジナッツ、これ打っていいんかなー。お疲れ様です。打って、あでも歌とリンゴ絶対ダメだから。おお、玉金しちゃったー。バカだー、俺バカだー。玉金したー。あーだいぶね。あー分かった、やはりあ、オッケー。よしよし、分かったら一発よ。よし、うわー玉打っちゃダメだった。おいおい、弾撃っちゃダメなのかよ。この天然を支援しています。実質詐欺。おいセーブ、おい来ました、今来ました。この金額セーブできたと思っちゃった。弾撃っちゃダメなのかよ。制作者計画通り、おいしよと金止め、わろた。おいここもダメなのかよ。わらわら、何やってんの。セーブだ、もうそっか、これダミーセーブポイントかよ。トワコで草、バカで草、マジでアホ。何が刺さったの、笑い。おい、セーブ禁止かよ。切り抜き棒、わら、セーブの赤ちょ、待てよ。え、絶対なると思った、わらわら。よし、おい、セーブ、セーブは打つだろう。ボタンとセーブは打っちゃうよ。今まで漏れなくセーブポイントがあったら打ってきたんだよ俺は。これ飛ぶってことかな。多分強制ジャンプさせられるってことだよね。ああ、いけた。僕無理だね。あれクリアだ。16やろ。よし、なんかぬるっと73いけました。あでもうジャンプもいける。え、ちょっと待って、な、え、何これ。え、ちょっと待って、これジャンプボタン。暗黒ステージ。ワクワク。ああ、なるほど、あなるほど。ちょっと待って、これえぐ、香川の人はね、アイワナクリアできへんと思う。浮かび上がるシステム欲しい。クジナッツ券を送らせたいっていう様子でどうですか。これ見てるだけでも目が乾きそうなのに、ナッツさんに乾きません。あ、一緒ですね。これもう帰るのがむずいもんな。
まあいっか。いつの間にか E64。おお。おわい。お前。お前ちょっと待って。おこれはひどいやろ。これひどいやろ。お前つける必要全くねえやつやんけお前。すまげ。よし来た。よし来た。無視し続けてたけど行く行けねえよ。あー来た来た。あ、ちょっと待って、むずいにも程がある。一番左の的は、それが撃ってくれるのかな。的を撃てば良いだけだね。え、ちょっと待って、めちゃくちゃヤバくない。あー、いけたけど左上にも的は。ゲロムズ。さあ、ここからは15倍速でお届けします。このステージはですね、とにかく全ての的を壊さないと、セーブポイントの前のね、リンゴが塞がっているので、進みようがないぞということで、的をね、全部壊していくんですけれども、配置が一個一個マジで難しいんですよね。針の隙間を通って中に入ったりだとか、もう本当にギリギリでジャンプしてギリギリ届くところに的があったりとか、このステージはマジでちょっと心が折れそうになったぐらい、大変なステージでした。さあイーブ。いやイーブ、入りイーブまではいけてるんだよな。よし。さあデイーブ成功させるぜ。よしデイーブ。よし。さああとここだけだぜ。だからちょうどこの高さのところまでのジャンプからの2段ジャンプじゃないと届かない。よろしくお願いします。いきます。ここだけできればクリアも当然やね。そうね。各アトラクションを定期的にそれぞれ練習しておいた方が良いと。あーこれは死ぬ、これは死ぬ。本当愛はな。よしもしもう一発で決めよう。あーいったいった。よっしゃーよっしゃー一発で決めた。しーしーオッケー。わあ！いきます！行くな！よし来た！来た！よっしゃ！しゃい！で、ちょっとね、これを撃ったらトリガーになってリンゴが飛んでくる可能性も一応あるから、すぐ逃げる。よし！よし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 。で、これを撃ったらリンゴが多分左に行くんだけど、そのリンゴが俺めがけてくる可能性もあるから油断はしない。あ、いけたいけた。よし来た。なーになーに、これどこいんの。あ、いた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 。ええやん、ええやん、ありがとう。プレイ画面見てられないから藤夏の顔だけ見てる。あ、オッケー。寝落ちしておきたらまだやってますの。早く100点に上げて。あー、惜しい。今の乗れてたらいけてたな。意識はちゃんといけてたぞ。今も死んだと。マウスダッシュとかもありますよ。ダス乗りの時、録音したいよ。体重感想相手よ、頑張れ。わかりやすい解説のコーナー。ここから2段ジャンプをしました。しっかり乗れました。ここまでは正解だったので、俺は右とジャンプを同時に押したんですが、右の方がちょっと早くなってしまい、空中にもう飛んでる判定になっちゃったんですね。そこでジャンプボタンを押したら二段ジャンプの高さしか飛べない。ということで、もう、ここの、ちょろって空中に浮いた瞬間、もう一段ジャンプをお前したよねっていう判定になっちゃうんですね。からの二段ジャンプになったので、ここ以上こうは飛べないよと。三段目は飛べませんよ。ということで、今落ちて死んだという、そういうことですね。乗れてまでは言いましたね。セーブポイントで視聴者が許してくれるわけないけど。あ、来た！来た！来た！リバルビの春流しリプレイで解説してくれないとわからないよ。来た！フジナッツサンタスになりたいんですか？一応見よう。一応見よう。くしゃみ助かりたい。あ、まあ死ぬわな。まあ死ぬわな。
さあここからは10倍速でお届けします。このステージマジで難しくてですね、この床の矢印のところが思ってる以上にだいぶ持ってかれるんですよ。なのでこう流れてくる針避けながら奥のスイッチを押すことをね、目指して頑張ってたわけですけども、押した後戻らないといけないっていうのでね、かなりの時間ここは、苦戦させられました。あ、もう4時過ぎちゃってんの？10分でいけると思ったけど。体ビクンよ。いや、体ビクンするよ、そりゃ。マラカス。惜しいよね。よし。思い上がりは高くつきますよ。よし。お腹すいたんで、あのリンゴ食べていいですか？あとは、なんだ？感度3000倍。あの、こいつあたり落ちてくる可能性あるな。ヌートリア。あとこいつか。一応初見殺しがないか確認。ああ。クレアやわ。よっしゃ。走り抜けよう。おい、バカ野郎。どう。きあ、警戒したら死ぬのか。警戒したら死ぬのか。普通に行きゃよかった。ああ。さ、さらに10倍速なんですけれども、一回行けたからといって何回もねサクサク行けるもんでもなく、もう本当にこれ大変でしたね。一回クリアできたところをまたやらないといけないっていうね、もうこれはもう精神的にもだいぶ地獄でしたね。動きのブレがでけえのよ。メガネついてますよ。いけるいける。よしで、右の時が走ってくるから、もう左押すだけや。よし。もうやめろ。笑いしか出んて。笑いしか出んて、これは。よしよしよし。あー、飛びんかった。いや、もう、あー、うつじろくん、ナイスパネス、ありがとうございます。藤松さん、赤べこみたいになってて草。よし、来た。よし、終わらせるぞ。終わらせるぞ。何度も言おう。ここで空を飛べたら、アイキャンフライできた俺の勝ちです。終わらせるぜ。藤松が気になって眠れない。これが恋。頼むぞ。アイキャンフライ。終わらせろ。アイキャンフライ。30分あるから5時までに行こう。はい。あー、リンゴがチカチカするね。チキショ。これ運ゲー。これ運ゲーですね。ここに来て運ゲー。よし。風船の棒で払い金のネタでありそう。ボス、ボス到着。ええやん。さあ、ということで、ボスまでたどり着いたのですが、このボスがまためちゃくちゃ大変でした。この様子は次回へ続く。